LM-002 は、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニが1986年から1993年にかけて発売していた、オフロード 4WD 車である。交換スペースフレーム、FRP 製、アウターパネル、アルミ製ドアからなるボディに、カウンタックの5.2リットル V 型12気筒、クアトロバルボーレを、ガソリンの質の悪い地域も考慮に入れて、仕様変更。 砂漠などの悪環境も考慮したエアクリーナー、国所地域も考慮した大型ラジエーターなどの変更などとともにオフロード走行に適するように改良された。エンジンは最高出力 450PS6800rpm、最大トルク 51.0kgm4500rpm を発揮し2.7トンの 車両総重量を最高速度時速 206km まで引っ張る。ドライブトレインは、複変速機付きトランスファーと ZF 製5速 MT を備えたフルタイム 4WD を採用。燃費向上のため、後輪駆動にすることも可能であった。タイヤはパンクしても走行が可能なピレリ製の専用品を装着。乗車店員は、キャビン内の独立シートに4人。 ボディコー部はトランク。燃料タンクは290リットルと大型トラック並みの大容量を持っていた。シートやトリムの部分には本比較をふんだんに使用し、エアコンやオーディオ、厚みのあるカーペットまで装備するなど、インテリアはエクステリアの印象と打って変わって高級車そのものであり、まさに現代におけるプレミアム SUV の先駆けとも言える存在であった。 1993年に生産終了、総生産台数328台。もともとは、アメリカ、マティの依頼を受けて、ランボルギーニが製作した、ミッドシップのアメリカ軍向け高機動車のプロトタイプ、チーターに期限があり、チーターは1977年のジュネーブ賞において発表された。1981年のジュネーブ賞において、チーターを民生用にモディファイした、 プロトタイプ LM-001 が展示された。LM-001 にはアメリカンモーターズ製5.9リットルの V 型8、気筒エンジンがリアミッドシップに搭載されていた。ランボルギー2製 V 型12気筒をリアに横置き搭載したプロトタイプルマを経て1982年に V12 エンジンをフロントに移動させた LM-002 が発表され、1986年から 市販が開始された。ちなみに LM シリーズには、LM-002 の後のプロトタイプとして、フォルクスワーゲ三千 3590cc、ターボチャージドディーゼルエンジンを搭載する LM-003 と、マリーニ・ランボルギーニ世、パワーボートオフショアクラス用の L804 型 V12、エンジンを搭載してみた、l m 零零四が存在した。l m 二千九百八十二年に発表された、 当初は V 型12気筒4、754cc エンジンを搭載していた。1986年以降の市販車は、カウンタック 5900V と同様の V 型12気筒48バルブ5、167cc エンジンを搭載するようになった。LM-002 ステート通称、LM-002 ブルネー1989年、ブルネー王国挟なるボルキアのための特装車として、 トリノにあったボディショップにおいて仮装された。リアオーバーハングを延長して、スペース。当初は白に塗装されていたが、その後、ライトグリーンを経て、シルバーに塗り替えられた。LM-002 アメリカーナ通称、LM-002 アメリカン1992年の北米国際オートショーにおいて、最終仕様モデルとして発表され、60代限定で発売された。 アメリカの排出ガス規制に対応させるため、同社のディアブロとほぼ同様の電子式、燃料噴射装置を備えたエンジンを搭載して、出力も 492PS へと向上している。エクステリアに、専用のボンネット、バンパー、専用デカール、OZ 製ホイールを装備するとともに、インテリアにも手が加えられている。LM-002 エボリツンネ別名。 LM-002 パリダカールパリダカールラリー使用者。2台が製作された。白く塗装された車両がランボルギーニのファクトリー製。オレンジ色の車両はスイスのレーシングチームが製作したもの。ありがとうございます。